滝沢マジックが生んだナンバーアンダーラインアイの躍進、コーチェラの舞台から世界へ。その魔法使いこそが、インスタグラムのフォロワー数が3300万人にも達するアジアの大物アイドルだ。平野翔神宮寺裕太、ガン裕太。3人の若き才能が集結し、ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイというグループを結成し、 その才能はまるで星のように輝いている。彼らがわずか3ヶ月余りの間に世界最大の音楽フェスティバルであるコーチェラに出演し世界進出の足跡を刻んだ。その成功の裏にはまるで魔法のような存在がいた。その魔法使いこそがインスタグラムのフォロワー数が3300万人にも達するアジアの大物アイドルだ。彼は 黒いマスクを身にまとい、ステージに突如として登場し、その熱いパフォーマンスで会場の空気を一変させた。その正体は、香港出身のジャクソン・ワンだ。ジャクソン・ワン。その名前は、日本ではまだあまり知られていないかもしれないが、世界的なスーパースターだ。彼は、歌手、俳優、ダンサーとしての活動だけでなく、中国代表フェンシングチームの、 アジア大会金メダリストの父や体操、中国代表の元世界チャンピオンの母を持ち、自身もフェンシングの香港ジュニア代表チームでアジアジュニア金メダリストに輝くなど、運動神経にも優れている。その実力は、彼の YouTube チャンネルの登録者数が517万人にも達していることからも伺える。ジャクソンは、中国の大手音楽事務所、 JYP のオーディションに合格し、GOD7 のメンバーとしてデビュー。その後、個人事務所、チームワンを立ち上げ、中国国内での活動や欧米での音楽活動、ビジネス展開を手掛けている。彼はまた、アジアの才能を世界に発信する音楽集団、88RIGING にも所属し、ソロ曲もリリースしている。そのジャクソンが、 ナンバーアンダーラインアイの成功に大きく貢献した。彼と平野翔が親交を深め、帰国後にはインスタライブで二人が仲良くなった様子が報じられるなど、その関係は深まっている。そして、ナンバーアンダーラインアイはジャクソンの影響力により、アメリカの iTunes 総合チャートでの上位ランクインや世界的な知名度の向上を果たした。しかしながら、 この成功には懸念材料も存在する。ジャクソンは過去に日本での活動を行わないと宣言し、そのため一部のファンからは、反日なのか、という声も上がっている。また、彼の行動が韓国内で批判を浴びることもある。そのため、彼との関係を持つことで、ナンバーアンダーライン愛が不利益を被る可能性も考えられる。しかし、 ナンバーアンダーライン愛はこれまでの成功を背景に、ますます世界進出の道を歩んでいる。彼らは日本のファッションカルチャー誌、マップスと日本版の表紙を飾ることとなった。また、中国で開催される野外音楽フェスティバルへの出演やファッション誌の取材を通じて、中国市場への進出も着実に進んでいる。ナンバーアンダーライン愛は、 ジャクソンという大物の存在を通じて世界への扉を開いた。彼らの今後の活躍にはますます目が離せないだろう。果たして彼らはどのようなサプライズを世界に届けるのだろうかその行方に多くのファンが期待を寄せているに違いない。滝沢マジックが生んだナンバーアンダーライン愛の躍進、コーチェラの舞台から世界へ。 三人組男性グループナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイは、まさに一夜にして世界の注目を浴びた。彼らがわずか3ヶ月余りの活動後、アメリカカリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラの舞台に立ち、その存在感を示した。しかし、彼らの成功には大物アイドルのスケットが関与していた。コーチェラのステージで、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを鑑賞した音楽ライターが語る。8 8八ライジングフューチャー s のステージで、富士ゴートの2曲を披露した後、黒い覆面の男性がステージに飛び込み、会場を一気に熱気に包み込んだ。その男性こそが、香港出身のジャクソン1だった。彼はトワイスや日遊などが所属する韓国の大手音楽事務所、JYP。 のオーディションに合格し、ゴッドセブンのメンバーとして活動した経歴を持つ。しかし、彼の多彩さはそれにとどまらず、個人事務所、チームワンを立ち上げ、アジアの才能を世界に発信する活動を展開している。ジャクソンの登場により、ナンバーアンダーライン愛の存在は世界に知られることとなった。彼らは肩を組み、手をつなぐ姿が報じられ、その影響で、 ゴートはアメリカの iTunes 総合チャートで10位にランクインした。さらに、平野とジャクソンが LINE で友達になったことも話題になり、彼らの関係はファンの間で熱く議論されている。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功には、トベの滝沢秀明社長の人脈も大きく関与している。彼らは日本のファッションカルチャーし、マップスジャパンの表紙を飾り、 ジャクソンも3年前に同志の表紙に登場していた。さらに、ナンバーアンダーライン愛は中国進出の道も模索しており、中国の有力 SNS でのジャクソンのフォロワー数や IMP が中国の野外音楽フェスティバルに出演するなど、その動きは活発だ。しかし、ジャクソンの中国人脈には懸念もある。 彼が日本での活動を行わないことにより、ファンの一部からは批判の声も上がっている。また、韓国でも中国に行きっぱなしで韓国内のファンのことを考えていない、との評判もある。こうした懸念を考慮しながら、ナンバーアンダーライン愛は次なる世界進出に向けて動いている。彼らの成功は単なる偶然ではない。それは、 滝沢秀明社長の緻密な計画と、ジャクソンを含む複数の大物アーティストの協力の結果だ。しかし、彼らの未来はどうなるのか彼らはさらなる成功を手にすることができるのかその行く末には多くの期待と興味が寄せられている。ナンバーアンダーラインアイの今後の展望は明るいが、その道のりにはいくつかの課題が待ち受けている。 ジャクソンの中国人脈を活かしつつも、ファンや支持者の期待に応えることが必要だ。また、アジアから世界への進出は成功したとしても、その後の継続的な活動や成長が重要だ。さらに、日本国内でもナンバーアンダーライン愛は注目を集めているが、その地位を維持し、拡大するためには常に新しい試みや挑戦が求められる。 滝沢秀明社長のマジックがいつまでも続くわけではなく、彼ら自身の才能と努力も必要不可欠だ。その一方で、彼らの成功は日本の音楽産業全体にとっても良い影響を与える可能性がある。若手アーティストが世界の舞台で活躍する姿は、日本の音楽の魅力を世界に伝える素晴らしい機会となるだろう。最後に、ファンや支持者にとっては、 ナンバーアンダーラインアイの成長や活動に対する期待がますます高まっている。彼らの音楽やパフォーマンスがどのように進化し、どのようなメッセージを伝えていくのか、これからの展開が非常に楽しみだ。今後もナンバーアンダーラインアイが世界でさらなる成功を収めることを願いつつ、彼らの活動に注目し、応援し続けたい。彼らが切り開く未来には、 多くの可能性が広がっているに違いない。